皆さんこんにちは。2018年の年末年始は寒波襲来らしいですよ。それでもツーリングい。それともやめる？悩ましいですね。先般、冬の防寒対策について、語らせていただきましたが、今回はその一つ、電熱ベストを、買ったので、それをレポートするよ。電熱ベストとは、モバイルバッテリーや、USB 電源で、炭素繊維のパネルを、発熱させるものです。ウェアに、いくつかそのパネルを埋め込んでありスイッチオンで暖かくなるという、ものです。ネットで見てみますといろいろなものがあるようです。価格帯は5000円ほどで、送料込みと別のものがあるようです。5000円ほどもの破壊艇バッテリーは別売りのものを、購入する必要があります。1万円ほどするもの破壊艇バッテリーが付いているようです。今回、買ったのは、ヤフオクで送料込みで4000円ほどの安いやつです。ちょっと作りが良さげなものや、ブランド品は1万円以上するから、このベストのために、そのような額の投資はしたくないから4000円のにしました。安い、イコール、中華、はまぬがれません。さて、ヤフオクで落札したのが届いたよ。案の定、開封してみると、説明書はない、サイズは、XL を注文したはず。なのに商品にハダブル XL って書いてある。どっちが正しいんだよ。わからねえちゅうの。こんなことでめげてはいけないので、中身を取り出してみるよ。ベストの生地の表面は、ゴムのような材料で作った生地です。裏地ハベルベットのような生地です。ゴムのような匂いがきついでした。ファスナーも何かすぐに壊れそうな悪い予感しました。やだな、やだな。下のポケットから USB 電源のコネクターが出ているよ。これにモバイルバッテリーをつなげるわけです。モバイルバッテリーは送料込みで1800円ほどのもので、あらかじめ買っておいたものです。5V、1800mAh のものです。つなげて胸にあるウルトラマンのカラータイマーみたいなのを指で押すとスイッチオンになるよ。温度はどうやら3段階切り替えできるようです。赤が高温、白が中温、青が低温です。赤の高温は60度ぐらいまで上がるようですが、バッテリーは3時間ほどしか持ちません。中温では5時間、青の低温では6時間ほど持つようです。パネルヒーターは、背中の上に1枚、下のお腹の部分、左右に、1枚ずつ、下の背中の部分に左右に、1枚ずつ、合計5枚ついているようです。早速、室内ですが、インナーセーターの上にベストをつけてスイッチをしてみました。青表示だとほとんど熱を感じないので使い物ならないです。中温では、ちょっとあったかいかなという程度。赤の高温では、暖かさが確実に感じることができます。ただしだよ、冬の寒い外でこの程度の温度で、どれほど暖かいかを実感できるのかどうかわからないです。今度試してみますね。このベストはセーターの上に羽織るとその暖かさを感じられなくなります。インナーセーターの上に羽織って、その上にセーターを、つけた方が良いようです。意外に暖かさを感じるのは下のお腹と背中、合計4枚のヒートパネルの、部分です。これはちょうどお腹の部分を、カバーするので、お腹の弱い人は、良いかもしれません。このようなわけで、激安電熱ベストは、これから、ガラクタ、になるのか、お買い得グッズの中に入るのか、楽しみです。まあ、値段が値段だけに2年も使えれば、十分かなと思います。では、皆さんまたこのチャンネルでお会いいたしましょう。今回もご覧いただき誠にありがとうございました。